おはようございます。もぐらです。まだ地面には霜が降りてます。でビニールハウスもカチコチに凍ってますね。ディメンターが来た時みたいになってます。凍っとるやん。今日はこのビニールハウスの保温効果を確かめてみようと思います。前に、秋に1回やってみたんですけど、その時ちょっと思いつきですぐやったんで、データの量が少なすぎたのと、あとまあ保温効果確かめるんだったら秋にやるよりも一番寒い時期にやった方がいいかなと思って、今日やります。今日は1月16日です。今朝の7時ですね。で朝の7時から、太陽が沈むまで1時間ずつ水温と気温を測ってみようと思います。ハウスの外と中でどれぐらい温度が違うのか確かめたいので、このハウスの外にも容器を置いてます。でそれから容器ごとの水温の違いもあるかもしれないので、こう3種類用意してますね。このまずジャンボタライの小さいやつです。小さいジャンボタライ。でそれからトロ船、これ使ってる人多いと思うんですけど、これ30リットルぐらい入ってますね。凍ってます。それから NV ボックスのこれ20ですね。13のやつ使ってる人もいるかもしれないですけど、うちはちょっと13小さすぎて使ってないので20で比較してみようと思います。でそれで水温は ここのボックスだったら、この中にもう一個同じのがあるんですよ。今ちょっとダメか、今ちょっとこの白くなって凍ってるから見えないんですけど、中に同じのが置いてます。でこっちもトロフネとかこのジャンボタライ同じのが中にあるんで、隣同士のやつで比較してみようかなと思います。結構分厚いですね。8ミリか9ミリぐらいあります。ハウスの外の氷は厚み8ミリぐらいあったんですけど、今度ハウスの中見ていきます。完全に凍ってない、ないな、こんな感じですね。水温は今 3.8 度です。3.9 になりましたね。4度の水が一番重たいから、これ今水温計のセンサー一番底についてるんですよ。水面近くの水温を測ってみたんですけど、今 0.7 ですね。8から7になりましたね。さっきセンサーが一番底についてる時は 3.8 だったと思うんですけど、これぐらい差があります。それで魚は寒い時は水槽の底の方でじっとしてることが多いんで、一番底の水温を測る方がいいかなとも思うんですけど、今回は水槽の底と水面のちょうど中間ですね、一番真ん中の深さのところで、統一して測っていこうと思います。1時間ごとにここに温度測りに来るのが大変なんで、拠点をこっちに持ってきました。じゃあ、結果見ていきます。ちょっと急いで作ったんで、この左の水温っていう文字のところとかちょっとガタガタなってるんですけど、これでいきます。まず前提なんですけど、この日は一日中曇りでした。冬の分厚い雲が出てて、その雲の後ろに太陽が隠れて、一日通してほとんど、光がビニールハウスに届くってことはなかったです。そういうのを踏まえた上で見ていこうと思います。まずデータですね。この辺どうでもよくて、数字だけ見ても分かりにくいと思うんですけど、一応出しときます。じゃあハウスの外と中で、水温の比較結果見ていこうと思います。すごいシンプルで分かりやすい結果になりました。結論から言うと、ハウスの中の方が外よりもあったかいです。どの時間帯見てもそうですね。この赤い丸つけたところが、氷が完全に溶けたタイミングなんですけど、ハウスの中の方はもう8時の時点で全部溶けてます。もともと氷があまりなかったっていうのもあるんですけど、それからハウスの外の方は昼過ぎても溶けなくて、15時までかかってます。ハウスの中に比べて水温がなかなか上がりにくかったっていうのと、もともと9ミリぐらい分厚い氷が張ってたんで、それが、この差を生んだのかなと思います。それから水はマイナスにならないんですよね。
水槽の水が完全に氷になって全部カチコチになっちゃったら、そこからまた水温下がっていくんですけど、液体の状態では0度で頭打ちになるんですよ。まあ頭打ちというか、下の限界が0度なんですけど、だからこの日はまあ19時までしか撮ってないんですけど、データ撮ってないんですけど、ハウスの外側青い線の方このまま下がっていって、まあ20時か21時ぐらいで0度付近に到達します。でハウスの内側の方、中の方はこのままゆっくり下がっていって、どうかな、10時か、22時か23時ぐらいで0度付近に到達します。でそこからまた明け方太陽が出てゆっくり水温が上がっていくまではだらだら横ばい続けます。それから、この日は水温一番高い時でも8度に到達しなかったんですけど、だからこのビニールハウスがあることによって水温が25度ぐらいまで上がって冬でも繁殖ができますって、そういうことは絶対できないんですけど、まあ、それでもかなり、魚が死ぬ確率っていうのを下げられるんじゃないのかなと思います。それから暖かい日だったらまあ10度超えて、太陽しっかり照ってる日だったら15度ぐらいまで上がる時もあるんですよね。そういう時は餌しっかりあげられるんで、それもかなり、メリットになると思います。餌しっかり冬もあげられたら例えば冬の間に体力持たずに、春が来る前に死んじゃうっていう確率もかなり下げられるし、春になったらまたしっかり卵をたくさん産んでくれると思います。じゃあ今度は、容器別の比較を見ていこうと思います。3種類容器使ったんですけど、まあ、ほとんど差はなかったですね。もうちょっと違い出るかなと思ったんですけど、まあ、強いて言うんだったらこの青いたらい、緑色の線ですね、ちょっと色変えればよかったんですけど、この緑色の線が他の2つに比べると水温が上がりにくいし下がりにくいっていう傾向にあると思います。このどの辺から8時とか9時ら辺見たら他のよりちょっと高いですよね。それから、どうかな、14時から18時ぐらい、ここも他の2つよりも上がりにくいっていう風になってますよね。まあ、強いて言うならですけど、これは、水槽の形が原因かなと思います。この青いたらいは水の量に対して水面の面積が小さいんですよね。まあ、簡単に言うと他の2つは平べったいけど青いたらいは縦長なんですよ。これが原因だと思います。ちょっと数字で見てみます。まあこんな表を作ってみたんですけど、まずトロフネのところを見てみます。水量が26リットルで他に比べると一番多いですよね。で基本的に水は水量が多い方が温度変化っていうのは少ないんですけど、水面の面積のところを見ると2100平方センチで一番広いんですよね。で水温が変わるときっていうのは空気と接してる部分、だから水面ですよね。水面からどんどん熱が奪われていくんで、やっぱり水の体積があっても水面がその分広いとやっぱり変化が激しくなります。で今度 NV ボックスと青たらい比べてみると水量はまあ17と16でほとんど同じなんですよ。でもそれでも水面の面積見てみると青いたらいの方が水面の面積小さいですよね。だからその分、空気中に奪われていく、熱が少ないんで、まあ、上がったり下がったりしにくいってことですね。それで一番右のところ水量に対する水面の面積ですね、まあ、この言葉とか単位とかどうでもいいんですけど、要は数字が小さい方が縦長の容器っていうイメージです。まあ深さのところ見ても分かりますよね。青たらい一番水量少ないのに深さが一番あるんですよね。だから、他の2つに比べると、水温の変化上下が少ないんじゃないのかなと思います。じゃあちょっともう一回グラフ見てみます。グラフこんな感じですね。だからまあ冬の飼育においては水槽っていうのはなるべくでかくて水量が多くて深くて、水面がすぼまってる水面の面積が狭い容器の方がいいんですよね。まあ、水温のことだけ考えるとですけど、まあ夏は今度は逆に、水面空気と触れる面積が少ないと酸欠になったりとかするんで、また季節によっても違うんですけど、それから大きい方がいいって言って、魚の引き数に対してあんまりでかすぎる容器を使うと今度は餌がやりにくかったりとかもあるんで、その辺は
バランスが大事ですね。それから水面から熱がどんどん奪われていくっていうふうに言ったんですけど、これは蓋をして防ぐっていうのもいいかなと思います。うちはもうめんどくさいからあんまりやってないんですけど、夜の間蓋して帰って朝になったら開けるっていうのもいいかなと思います。それとか、まあ、透明なビニールとかの蓋だったら、寒い日だったらずっと湿っぱでもいいかもしれないですね。で水面だけじゃなくて水槽の側面とかにプチプチ巻いたりとか発泡スチロールの容器使うっていうのもいいと思うんで、あの冬の温度管理について別の動画でまとめてるので、まあ、よかったらそっちも見てみてください。この日は19時で、温度測るのやめてますけど、19時のところで全部の容器の温度重なってますよね。これ以降観察していったらもしかしたら、青たらいとこの残り2つの容器逆転するかもしれないですね。青いたらいの方が温度高くなって他の2つの方が下がるっていう風になるかもしれないです。でダラダラ続いてって、であの朝見たら分かると思うんですけど、青いたらいの方が温度高いですよね。だから多分19時20時あたりで、上下逆転すると思います。そしたら最後、これ水温と気温の比較っていうのも、グラフ作ってみたんですけど、これちょっと情報多くて長くなりそうなんで、次の動画で一緒に解説していこうと思います。今度次撮った動画はビニールハウスの効果なんですけど、保温効果なんですけど、晴れの日と曇りの日でどれぐらい違いがあるのかっていうのを撮ってみたんで、その時に一緒にこの水温と気温の比較っていうのもやってみようと思います。よし、じゃあ今日はこれぐらいで終わります。お笑いが来た。じゃあ終わります。ありがとうございます。